ご視聴ありがとうございます。よしお .com チャンネルです。あと少しで夏到来ですが、夏と言ったら海、海と言ったら七ヶ浜ですよね。今回は七ヶ浜のカフェ巡りをしてきましたのでご紹介いたします。このチャンネルでは宮城の美味しい楽しいお世界を発信しています。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。まず1軒目は看板がおしゃれなシーソー、勝負田浜にあるロッジ風カフェで、ランチ後には海岸を散歩なんかもできるのでデートなどにもおすすめです。あ、はい、このキーマカレー、はい、キーマカレーがあった、はい、はい、どう、はい、なんかデザートセットってやってるんですか。そうですね、ドリンクセットっていうのとドリンクデザートセットっていうのがありまして、あ、デザートってこれいけます。あ、大丈夫です。お、よかった。じゃあ、ドリンクデザートセットで、はい、レアチーズケーキ、メニューはこんな感じになってます。ローストビーフライスも気になりました。実は去年も1回来てまして、そちらも動画上げてましたので、よろしければそちらの動画も見てみてください。竹取ファームの卵を使った卵スープらしいです。いただきます。七ヶ浜の海苔を使ったドレッシングらしいです。いただきます。海苔のドレッシングは思ったよりしょっぱめなドレッシングでした。こちらも七ヶ浜の海苔を使ったオイルなんですけども、こちらをカレーにつけると結構和風な感じに味変ができます。この赤いのはいちごジャムではなくて、名前忘れちゃったんですけども、梅干しに近い酸味のあるジャムになってます。レアチーズは固めの仕上がりになってます。続いて2軒目は七ヶ浜国際村の敷地内にあるカフェラルナ。お店が高台にあるので2階からは海を一望できる絶景スポットです。今回ご紹介するお店の中では料理のボリュームが多く、がっつり食べたい方にもおすすめです。また全席が半個室になっているので、人目を気にせずゆっくりできるのもおすすめポイントです。こちらのお店も去年来てましたので、そちらの動画もありましたので、ぜひよろしければそちらもご覧になってみてください。
味しそう。3軒目最後はイオン名取にも出店してます七のカフェ。すぐそこに防波堤があるので食後に散歩もできておすすめです。こちらの会社はホテルやレジャー関連もやってますので今度利用してみたいと思ってます。今回ピザを食べに行ったんですけども、はい、行くのが早すぎてモーニングのご紹介になります。ちょっと高めのモーニングでしたが美味しかったので朝から美味しいモーニングを食べたい、お出かけしたいって時におすすめです。逆光で分かりにくいですが目の前が海になってます。七のカフェ後に天気も良かったので小豆浜に立ち寄ってみました。よかったら海に行った気分を味わってみてください。いかがでしたでしょうか。シーズン的にもドライブがてらにちょうどいいスポットなので、ぜひお出かけやデートなどに利用してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。